全要院は東京都世田谷区新町にある寺院。相統州に属し、豪徳寺の末寺として、元那2年に創建されたと伝えられる。江戸時代と明治時代の計2回、火事で全焼したが、明治8年に再建された。本堂及び栗は平成20年に世田谷区登録有形文化財に登録された。この寺院には古田の木と和尚が意地を張り合う。 前洋院のチンチロリンという昔話が伝わっている。前洋院は大仙街道の南に位置する。江戸時代後期の文政11年に成立した地市新編武蔵風土気候巻の48、江原郡の城では本堂七間に五軒なり、薬師堂本堂の向きにありと記述し、所在地については四田桁に村枝号新町村都市、片らに稲荷社の彰子があるとしている。 明治5年の全臨済州、全総統州、全王幕州本末一派寺隠民朝通及び、明治10年の総統州名細胞によれば、元那2年に大場豊前、森吉陸という人物が回帰し、門下やしぜが女王2年10月に解散した。足関は豪徳寺第二世であり、全要因は豪徳寺の末寺である。回帰と解散について、 新編武蔵風土気候巻の48、江原軍の城では、海気派や、学全養安守、トイヘリ、海産派名坪林鏡を称。寛永9年9月12日弱競りと記述している。ただし、いえ、学全養安守という人物のことについては、いかなる者にや、そのつまびらかなることを伝えずとも記述しており、詳細は不明である。全養院は自伝によれば、 万円元年2月と、明治5年の2回、火事で全焼した。万円元年の火事の後、団家の人々は、寄付を募り、文久3年に再建を果たした。この時に記された、短中間に取り立て拡張という書類があり、当時の団家の人々の尽力を知ることができる。しかし、明治五年にまたも、火事で消失したため廃寺となった。明治八年8月、当時の住職、 大場ナ成和尚が、豪徳寺、第27世、大谷雪岩和尚の援助を受けて、全要院を再建した。全要院の本堂は、時点によると、豪徳寺境内にあった池母さんの休憩所を、譲り受けて再建したものとされていた。豪徳寺川の資料では、寺師神道は休憩所ではなく共造であり、明治7年から明治9年の間に、 豪徳寺所有の不動産から書類上除去された上で、松寺の全要院に移築されたと推定されている。その他に、雪原は、如意林関全恩菩薩木造や誕生物、香炉や繁鐘などを寄付するなど、寺の整備に大きな役割を果たした。全要院の本堂は、昭和10年に総工費4万2千円をかけ、台湾費の機材を使用して新築されたため、旧本堂は、 世田谷区桜一丁目の葛蜜院に移築された。全洋院は、世田谷二十番館で恩礼状とされている。平成二年春行の三門をくぐると、本堂再建供養塔や一万礼塔が目に入る。これらの塔の奥には三十体以上の地蔵菩薩像が祀られている。それぞれの地蔵像は制作された年代や姿が異なっていて、古いものは天河、玄読、教法。 宝暦、安永、関西などの年号が読み取れる。地蔵像の脇には、胃腸の大木と釈迦堂が存在する。本堂正面には、三号の家竹山を所した変額が掲げられている。本堂脇には、大きな壺が置かれている。この壺は、江戸時代に使われていた、壺館であるという。全洋院の本堂と栗は、新興住宅地に残る数少ない第二次世界大戦前の、 寺院建築として、貴重な作例であり、平成20年、世田谷区登録有形文化財に登録されている。境内墓地には、お富さん、別れの一本杉などのヒット曲で知られる歌手のカスが、八郎の墓がある。全洋院には、和尚と古狸が意地を張り合う、全洋院の陳チチロリ林という昔話が伝わっている。その昔、いたずら好きの古狸がいて、 毎朝全要員のお供え物を盗み食いしていた。お尚は、古田の木のいたずらに手を焼き、ある日先手を打って、お供え物を隠してしまった。次の朝、お尚がごんしているとどこからか、おさんのチンチロリンという声が聞こえてくる。お尚は、古田の木の衣種返しだな、とすぐに気づき、狸のチンチロリンと言い返した。古田の木も負けずに、おさんのチンチロリンと言い返し、 憎まれ口の応酬が長々と続いた。夕方には古田抜きの声が小さくなりやがて聞こえなくなった。和尚が様子を見に行くとお腹が空きすぎた古田抜きは本堂裏で死んでいたという。ABCDEFGHIJKLMN 海底世田谷の散歩道132から133ページ。ABCDEFG 資料に見る、江戸時代の世田谷63ページ。ABCDEFGHIJ、世田谷孤人大長、137から140ページ。ABCDEFGHIJ、ふるさと、世田谷を語る深さは、駒沢3の5丁目、新町、桜新町126から128ページ。 ABAGC レポートボリューム32.2010年1月27日日本、山岳会山岳地理クラブ、2012年7月29日、閲覧。ABC 平成21年第1回定例会、平成21年、第24回定例会開催分世田谷役、役所ウェブサイト、2012年7月30日閲覧。 abc 文化世田谷区役所ウェブサイト2012年7月30日閲覧 abc 賞は50年からの区政等の歩み世田谷区政概要20112012年8月2日閲覧 abcd 世田谷区全要員ポータル東京東京ガイド2012年8月2日閲覧仏道神社本殿等の規模を示すまは 長さの単位ではなく柱間の数を意味する。ABCD、世田谷区文化財報告書 -21 ページ。新編武蔵風土機構世田谷村枝号新町村。ふるさと、世田谷を語る深さは、駒沢山の五丁目、新町、桜新町では、二回目の消失を明治七年のことと、記述している。世田谷の散歩道などでは、再建を、 明治17年のこととしているが、ここでは、世田谷区人台帳及び、世田谷区文化財調査報告書 -20 の記述によった。資料に見る、江戸時代の世田谷38ページ。ABC、世田谷区文化財報告書 -25 ページ。ふるさと、世田谷を語る深さは、駒沢山の5丁目、新町、桜新町では、本堂の新築を、 大正14年から2年間の間と記述している名簿六屋島不行ホームページ2012年8月2日閲覧ありがとうございます。